おはようございます。2023年10月14日土曜日午前9時33分を回りました。土曜の朝いかがお過ごしでしょうか。お仕事、学校、お休みの皆さん、そしてお仕事の皆さん、お疲れ様でございます。窓からね、外を見ると、今曇っておりますね。天気予報どうでしょうか。はい、これからちょっと雨が降っていく、午後1時ぐらいまで雨が降って、それ以降はね、曇り空ということで、明日日曜日は綺麗に晴れますね。はい、今日はね、いろいろと忙しくて、ちょっとお買い物にも、行こうかなと考えているところなんですがね、天気を見ながら、活動したいと思います。何があるかと言いますと、明日からね、イギリスのロンドンに、向かいます。Google の、研修会、Google 集まって、なんかね、Amazon Echo から通知が来ておりました。すいません。はい、明日からね、Google の研修会、Google プロダクトエクスパートサミット2023 in ロンドンというね、長いタイトルの研修会に、参加します。まあ、全世界からね、Google プロダクトにね、関係しているエクスパートの皆さんが集まって、研修が行われます。まあ、今回はね、800人規模というね、大きな規模なんで、まあね、日程にね、余裕があります。15日に出発して、帰ってくるのがね、20日の金曜日です。6日間ですね、かかります。ただね、15日は、夕方、6時55分ぐらいの飛行機で、東京羽田空港まで行って、そして、日付変わった16日、午前0時10分の飛行機でヒースロー空港に向かいます。で、ロンドンに着くのが16日の午前6時25分ぐらいですかね。はい。今回からね、今回というかね、前回2019年はロシアとかヨーロッパ上空なんかをね、通ったんですけど、今ほら、ロシアとウクライナ戦争状態なんで、ちょっとね、遠回りをしますということで、前回はね、11時間ぐらいだったのが、まあ、今回はね、14時間ぐらいになります。3時間ぐらいね、時間が増えます。で、10月16日は、何もありません。さっき言ったようにね、800人規模なんで、まあ、1日かけてね、皆さんが移動するということの時間で、お昼ご飯はね、顔合わせミーティングもついてね、ホテルにいる皆さんとの顔合わせのミーティング、そして全員が揃う夜にね、歓迎レセプションが行われます。はい。そして17日18日が研修会です。朝、7時から9時までが朝食の時間、そして9時から5時まで、みっちりと研修があった後、またね、夜はね、パーティーが行われます。そして19日が、チェックアウトの日なんですけれど、またね、1日かけてね、皆さん移動するので、私はね、飛行機がね、夜のね、7時20分ぐらいかなの飛行機で帰るんで、まるまるね、1日空いてます。まあ1日空いてるよね、どうしようかなと思ったんだけれど、後からね、 Google さんからメールが来て、Google の方でね、バスツアーをね、ご用意してますけど、参加しますかって言われたんで、はい、もちろんね、参加しますって手を挙げたんだけど、まあ、すべて Google がお金を払いますということなんでね、ちょっと楽しみにしているところでございます。で、19日の19時20分の飛行機で、ヒースロー空港から、羽田空港に帰るんだけど、羽田空港に着くのが、10月20日の夕方5時ぐらいですかね。それから飛行機乗り継いで宮崎に帰ってくるのが、夜の9時前でございます。まあ、結構ね、今回移動時間とか、時間余裕があって、6日、前回はね、4泊5日、1日少なかったのかな。で、はい、ロンドンに行ってきたんですがね、はい、今回はちょっとね、まだ楽しみたいと思ってます。まあ、基本研修会なんでね、
しっかりと Google や YouTube に関することをね、勉強して皆さんに還元できることはね、還元したいと思っております。はい、このね音声コンテンツの配信はもちろん明日もやりますし、またロンドン滞在中もね音声だけでね、現場のレポートをねまた、お話をしようかなと思ってますんで、まあ時差があるんでね、何時ぐらいに、投稿するかちょっと分かりませんけれど、お楽しみにされておいてください。はい、ということで今日はねこれから、旅行の準備をねちょっと行いたいと思っております。はい、ということで今回の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにします。失礼します。